日常運動の食うた日記ようこそ。さて本日の食うたはこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちら丸さんのオーツミルクを飲みたいと思います。前にスターバックスのオーツラテっていうのは飲んだことあるんですけど、それとはまた違うのかな。あ、コロドハネデルにはまだオーツラテは出てないか。まあそんなことはどうでもいいか。というわけで早速飲んでみます。チャンネル登録よろしくお願いします。やっぱり違いますね。香ばしいというか、なんというか、そこで好みが分かれそうな気がしますね。やっぱり通常の牛乳と違ってちょっと香ばしい香りがしましたね。なので牛乳の代替品とはちょっと違うかなと思いました。ですがこれはこれで美味しいとは思いますので、これはこちらの点数とさせていただきます。はい、それでは冬バラで穴に入るかなこの体。いや入ってどうするんだよ。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。